六道とは仏教において、主張がその後の結果として、輪廻転生する六種の世界のこと。六趣、六回とも言う。ガチは、行くこと、道が、原意で、道、重向と簡約される。六道には、下記の六つがある。このうち、天と人間道、修羅道三全種と言い、畜生道、楽器道、地獄道三悪主と言う。 ただし、修羅道を握手に含めて四握手とする場合もある。六道から修羅道を除いて五道とすることもある。六地蔵初期仏教では、地獄、楽畜生、人、天を五道とし、修羅はなかった。つまり五道の方が六道より古い概念とされる。これは当初、修羅が天や楽に含まれていたもので、大乗仏教になってから天及び楽から修羅が派生して、 六道となった。インド、中国起源ではないが、日本では11世紀頃、六道の各々に配当された六地蔵が各所に祀られ、大いに庶民から信仰された。観音菩薩の導きで、六道世界より救われるという観音信仰がある。その六つの世界に応じた、それを六観音と呼び天台宗と真言宗とでは、人間道のそれが、 空剣作観音と順多古観音とで異なっている。七観音と呼ばれるものは、この二観音を含めたものである。六道輪熱六道輪熱では、それぞれを表している。ありがとうございます。